水安軍は朝鮮民主主義人民共和国公海北道に属する軍。公海北道の北部に位置する、隣接する行政区画は以下の通り。統一白木の時代に住み会話軍が設置され、高来初期に現在の水安という地名が用いられるようになった。1 0 1 8年には谷州の属権として水安権が置かれた。 一時元の支配下に置かれており、後来による回復後の1310年に水州に昇格している。朝鮮王朝成立後の1417年に水圧軍となり、航海道に所属した。1895年の行政区画再編により、海上不所属の水圧軍となり、14号が属した。翌1896年に航海道水圧軍となり、 王が面に改められている。韓国併合後の1914年の行政区画再編では面の統合が行われて11面となっている。1943年時点で、高海道水安軍は以下の9面からなっていた。朝鮮民主主義人民共和国成立後、1952年12月に、 行われた行政区画再編により、水安、面、泉谷面、大城面の全域と、立海面、大青切り面の各一部に、新経軍差芝面の一部、随教軍旧保面の一部が編入されて、水安軍が再編成され、旧水安面内に有が置かれた。この時、旧水安軍の内北部の水安面、道書面、延岩面、高浦面などが、延山軍となり、 西部の繰り返面の一部は、ツバメナダ軍となっている。1953年、軍北部の社道里に二が移転し、水安遊と解消された。この節の出点水安軍は一遊一労働者尺17面から、なる。ありがとうございます。